40歳の童貞男、80点。家電量販店で働くアンディは童貞ということがバレてしまう。下ネタ全開のクソコメディかと思いきや、爽やかな友情を絡めたラブコメディに仕上がっています。家ではゲームにフィギュア集めとオタク道まっしぐらの主人公の童貞が職場バレ、そっから始まる同僚たちとの意気投合がめちゃくちゃ面白いです。主人公だけでなく出てくる登場人物それぞれが問題を抱えて人生に苦しんでるのも20丸です。みんなの問題を抱え進んでいく展開にすげえ親身になりながら見入ってしまいました。映画のゴールが単純明確すぎるだけにサイドストーリーがたくさんあるし濃ゆくて面白かったです。完全にいらない本や脱毛の下りなんかはもう爆笑でした。終盤になるとなんだか名残惜しくてずっとこの映画の世界を見ていたくなってしまいました。ふとしたきっかけで人間は変われるし新しい人間関係も生まれる。何かを始めるのに遅すぎることはないということを改めて気づかせてくれる良作ラブコメ映画でした。